吉田剛、田つよし、吉田剛、し、吉田豪。1970年9月3日から、本名同じは、プロ書評家、プロインタビュアー、ライター。東京都練馬区出身。小学生の時に、国際映画社、サンダイズ作品をはじめとするアニメ好きとなり、古本で、アニメ雑誌、レコードなどを購入して、徹底研究。後の古本購入。 レコード CD 収集人生のスタートとなった。なお、最初に買ったレコードは、宇宙戦士バルディオスの挿入歌「盾。バルディオスであった。中学校2年時の時に、兄をただと舐められる、このままだとやばいと感じて、アニメグッズをすべて売り払い、月刊ヤング王と芸文社など書籍を読んで、不良文化を研究し、アニメ好きの友人との関係を断った。また、 当時不良文化であったアイドルにはまり松本伊代、岡田幸子のファンとなった。ラフィン・ノーズに出会ったのを契機にパンクにはまり、ハードコアパンクのミニコミ、シュラのスタッフとなる。この頃の経験から、パンクとそこから派生した音楽に詳しい。当時、最も影響を受けたバンドはリアルであった。高校卒業後、東京デザイナー学院の編集デザイン科へ進学。 卒業制作で当時の学長のバクロ露本を制作するために清掃係の人に話を聞きに行くなどの綿密な取材をしていた。この頃より現在のスタイルを確立する。また在学中には反戦、反核、反オタクをテーマにするバンドを組み、MC 後、スナッフ、ジョニー・サンダース、アニソンのカバーでオタク批判の歌を歌ったり、漫画研究会のクイズ大会に、 殴り込みで参加し、優勝したりしたという。就職活動を始めるが、ドールを受けた際に、違和感を覚え、音楽雑誌以外にも目を向けるようになる。フュージョンプロダクト発行のコミックボックス編集部に内定するも、内定を辞退して、就職浪人となる。そして結局、編集プロダクションのアートサプライに入社。ベオ、宝島のコーナー投稿専攻主任、ビデオボーイ、 英知出版で、杉作 J 太郎、平山夢名の原稿の書き起こしなどを務める。入社から2年後、神のプロレス、以下、神プロと出会う。神プロがイベントを行った時に、ターザン山本と高田文夫のトークイベントの動員が悪かったため、桜で来るよう言われ、イベント終了後、編集長に挨拶に行ったところ、そのまま、神プロ編集部まで連れて行かれ、 朝まで仕事をさせられる。その報酬が良かったため、以後アルバイトで手伝うようになる。後に、神プロへ完全一席。プロレス用語大辞林、久尾君人生劇場書評の星座などのコーナーを担当する。この時期に、従来の漫画評論で、無視されていた梶原一期のダークな作品を論った、漫画地獄編、水星社にメインライターとして参加。 1996年、発行会社のダブルクロスが分裂し、紙のプロレスラジカルになって、以降は、紙プロの編集部に机を置きながら、フリーライターとして活動。バブカ、コアマガジン、ダカーポ、マガジンハウスなど、30本前後の連載を抱える人気ライターとなる。紙のプロレスラジカルは、SWS の再評価など、他の専門誌が扱わないレスラー。 団体にスポットを当て、当時の業界の権威であった新日本プロレスや、週刊プロレスにアンチを唱える姿勢で、タブーの少ない雑誌として、カルト的な人気を博した。編集長の山口日章が、プライドに運営に関わるようになって、以降、利害関係ができてしまい、神プロは、図の機関紙と、揶揄されるほどプライド一辺倒の雑誌になった。吉田はこれに対して、 紙面で行われる山口との対談などで批判的なスタンスを取りバランスを取る役割を担っていた。2004年、神プロであるプロレスラーの妻の本を書評した際、山口に呼び出されてそのプロレスラーから叱席を受けることとなる。吉田はこれをパートナー変更宣言だった今まで普通にできていたことがプライドとの利害関係が生じて できなくなってしまったから起こった事件と述べている。他の編集部員は、吉田の残留を望んだが、新しい事務所に移転し、山口の妻から、吉田の机を置かないことを告げられ、神プロを去る。山口とは2012年2月に神プロの後継し、神の毛にて対談を行った。山口は、プライドの運営に入り込んだ結果、億単位の借金を負ってしまい、 今となってはゴーちゃんの言う通りかもな、本当に、と語っている。神プロ離脱後は、新宿二丁目の事務所を拠点に活動。2000年代中盤以降は、出版不況の煽りを受けて、ライターとしての仕事が減少するのに、反比例して、後日のストリーム、TBS ラジオにレギュラーコメンテーターとしての、定着して、以降は、テレビ、ラジオ、 イベントなど喋りの仕事が急増した。2004年4月、TBS ラジオ、ストリームの、レギュラーコメンテーター、同時に、町山智博も、レギュラーとなったとして定着。後継番組の、小島恵子キラキラ、玉結びにも、レギュラーとして参加している。すべて途中参加。2013年から2016年3月まで、 ストリームで共演していた松本がパーソナリティを務める With You ベー M 楽曲紹介コーナーを担当していた。2005年、ライターのテルヤマ公用、畑の国彦と、ポッドキャスト番組、つよしさんのポッドを、開始、2010年12月30日を最後に、更新停止中。2013年2月から再び、テルヤマとニコニコ生放送、平熱大陸。 直前に吉田が出演した情熱大陸にかけているが放送開始。2008年よりネイキッドロフトで杉作 J 太郎とのトークイベント J さん強さん世相を切るがスタート。ロフトプラスワンに会場を移してからは名物企画となり2014年12月には書籍化もされている。アイドルブーム以降はゴーストリームミス ID 講談社の選考委員、ラストアイドル、テレビ朝日の審査員、ザ・カンムリラジオウィズ・プロインタビュアー、吉田剛、し、RA ラジオ日本などアイドル関連の仕事も多い。アイドルの CD は、AKB48 などの大物以外、流通しているものは、カップリングの曲違いも含めて全て購入してきたが、近年のカップリング曲のバージョン違いの多さに、諦めた模様。それでも、自分より、 アイドルの音源を買ってそうなのは、ナンバカズミ、2016年より、渋谷ローフと Q で、吉田剛、し、ナンバカズミの、このアイドルが大を開催くらいだろうとツイートしている。なお、アイドルプロデュースについてのオファーもあるが、絶対に受けないことを公言している。自ら、プロインタビュアープロ書評家と名乗っているのは、自分の仕事のうちプロを名乗れるレベルなのは、書評とインタビューくらいと思っていることから、 取材前の下調べや、原稿作成は必ず自分自身で行い、下調べをしないのは、プロ失格と言い切る。インタビュー起こしも、専属の担当者、元紙プロ編集者の、ジャイ氏を雇っている。リリー・フランキーを師匠として尊敬しているが、締め切り破りの常習犯であることに関しては、反面教師にしているとして、原稿の締め切りは厳守するスタンスである。 その徹底的な事前調査により、取材相手が忘れているエピソードを指摘することがあり、本人よりも詳しいと言われる。巻久を角川春樹、ミッキー安川、桃瀬博史卿などには特に気に入られることあることに、取材を依頼されていた。また、コンティニューやクイックジャパンの別冊で、羽根、運の地下にインタビューし、公式カウンセラーとも呼ばれる。一方で、 キキキリンにインタビューした際には、編集者が持参した単行本の帯に、本人よりも、その人に詳しい芸能史上最強のインタビュアーと、書かれていたおかげで、インタビュー開始から1時間経っても、私の知らない話がまだ出てこないと嫌味を言われた、こともある。また、コンティニューでの岡本夏樹インタビューでは、岡本による採算の原稿チェックの末、吉田が書いた部分が、 全くなくなるほどに改変された。ただし、インタビュー相手にひどい目に合わされても、そのこと自体をネタとして消化してしまうため、そのインタビュー相手を嫌いになることは、ほとんどない。タレントとの付き合いはほぼインタビューのみで、取材以外で、タレントから電話がかかってきた時に冷たくあしらったり、するなど、仕事の必要がないところでの交流をなくしている。踏み込んだ。 インタビュー内容となってしまったため、雑誌の連載では OK が出ても、単行本収録は NG となることがある。例えば、畑正則は、吉田の周到な下調べに対して、どうこでそんなことを。初めてだな、そんなこと聞かれるの笑い。こんなに感激したインタビューは初めてだよ。僕は、絶対あなたの名前を忘れない。とインタビュー中に激笑している。しかし、 パブリックイメージとかけ離れたエピソードを話しすぎたため、単行本、男気満事固め収録は、畑サイドから NG となった。その際に、で、も、吉田さんに伝えておいてください。あなたは必ず成功すると、ことづけされたので、吉田はそれだけで満足だったと述べている。タレントの過去の、やんちゃなエピソードを聞き出すことに定評がある。明らかに、犯罪行為だったりするが、吉田は、 だははは、最高、そこが信頼できるなどと褒めつつさらに語らせていい。それをジャッジするのは読者であって、聞き手ではない、という考えによるもの。東京23区内での仕事の際はほぼすべて、自転車で移動する。高校時代に系統した動物の権利保護などを掲げていたパンクバンドの影響で、菜食主義者となり、主食は納豆。ストレートエッジや、ビーガンではなく、 アルコール、乳製品、肉を出汁に使った、ラーメンなどは口にする。無限に断れない状況で、中村秀夫のホームパーティーで、ホルモン焼きを振る舞われた時などは、笑顔で相槌を打ちながら咀嚼すふりだけして吐き出し、傍らの犬に与えていた。2008年には、動物の倫理的扱いを求める、人々の会、ペタのネット投票で、モリッシーや、ナオミ・ワッツなどに並んで、 世界で最もセクシーなベジリアンセレブの一人に選出されたことを世界的でもセクシーでもないのに、とネタにしている。アイドルしか聞かないと思われることがあるが、経歴にもあるように10代でパンクに傾倒しており、現在でも TV 出演時にガスタンクなどの当時のパンクバンドの T シャツを着ていることが多い。パンク以外ではギターポップ、アノラック好きであると公言している。 タレント本やグッズの収集家としても有名で、新宿二丁目の仕事場はタレント本だけで埋まっている。古書店やネットオークションを駆使して、タレント本人すら所蔵していないグッズまで収集している。蔵書として、下調べに活用しているのみならず、インタビューの際に、相手の懐に飛び込むためのつかみとして、見せたり進呈したりすることもある。さんまのまんま。 関西テレビ放送に出演した際は、かつて、アカシアさんまが出版した著書を、カバンから取り出し、その一節を披露して、さんまを老狽させた。2008年に、起きて、ポルシェの自宅が、火事になった時には、一部を仮住まいとして提供した、こともある。また、カシイカティ、ミスアイディ2017大森安子賞、現、ゾックが住む家がなくなって、 公園で生活している時に一室を提供したこともあった。2018年より仕事場の一室にゲストを迎え、猫舌ショールーム、ショールームの配信を開始している。2009年に発行された、ミーツ別冊東京ドリボン、京阪神エルマが神社で、ノンケなのに二丁目在住というインタビューが掲載され、ゲイクラブでポールダンスを踊った写真が掲載されたことある。 交通の便を考えてとのことだが、独身であることも、相まって、当然疑われている。本人はそれを面白がって、ネタにしたり、インタビュー時に、名刺で住所を見せた際、そっち方面の人のガード緩くなることを利用したりしている。住所を知らせた両親から、本気で心配された内容の手紙が届いたこともある。ツイッターのプロフィールでは、自分検索とリツイートがライフワークとしており、 エゴサーチは3分に1回検索すると公言。2014年3月29日放送のオールスター感謝祭 TBS テレビに出演した際には、堀江貴文と共に生放送中のスタジオからツイートしていた。リツイートについては、無償でまとめサイトを作ってるみたいなものと語る。謎の義務感や自らの興味の他にタイムラインを読んでもらえることが、 自らの効果的な宣伝になるとの考えを持っている。リツイートが元で、トラブルに巻き込まれることもしばしばだが、自ら、人が厄介に思うようなことを厄介と思わないタイプと分析しており、揉め事に巻き込まれることが宣伝になるとしている。2014年11月に、屋敷鷹人についての本、純愛を書いた、作家、桃田直樹が鷹人の曲を多数作詞した、作詞家、 及川かはねを知らなかったというのはうかつではないかと、実名、かっこない伏せてツイートしたところ、桃田からブロックされた。その後、週刊ポストで百0にインタビューしたことでブロックは解除された。また、2015年初頭にキス写真流出が発覚して、以来、岡田敏夫の愛人騒動について、積極的にリツイートを行い、不定期出演している、モーニングクロス。 東京 MX でも複数回にわたり取り上げていたが、当時、岡田の元愛人から、ダイレクトメッセージで、垂れ込みがあったという。吉田本人が原因としての炎上は、2017年10月23日、22日、深夜放送、ラストアイドルのジャッジ、暫定メンバーの長月緑ではなく、挑戦者の神原玲奈を選んだをめぐるものが有名で、自ら選ぶ。 吉田剛炎上ランキング2017の1位にも挙げている。番組スタッフが炎上直後の吉田に出演オファーを行い、ファーストシーズン最後のジャッジを担当。さらにサンシャインシティ噴水広場でのデビューイベントや、ゼップ東京でのワンマンライブなど節目となるイベントにも登場している。ちなみに、ツイッター上の名前は吉田光を聴衆力の本名としているため、こちらが本名と、 勘違いされることがある。また、朝青龍に、超収力のアカウントだと間違われたことがある。古立一郎は報道ステーション就任以来、10年間拒否していたインタビュー取材を吉田剛氏名で解禁した。古立は、神のプロレス時代の吉田剛氏のファンであり、近年タレント本関係で活躍している、吉田剛氏と同一人物であると知って、非常に驚いたと述べている。 福山雅治、有吉広之、浅草キット、博多大吉なども紙のプロレス時代からの吉田のファンで、ある旨の発言をしている。一方で、徳光和夫や伊集院光は、吉田の著作の読者であるが、吉田強のインタビューを受けないことを抗言している。木下百花、現、百花は、バブカ二千十六年七月号のインタビューで、当時 NMB48 チームウェムの、 チームメイトだった、ヤクラカエデ氏に、その世界、サブカルのスーパースターみたいな人と説明。木下はプライベートで、原宿や大阪で吉田とデートしたことを、公言しているが、木下ファンから吉田への抗議は皆無だったとのこと。秋元康氏は、自身が監修する、エクスト44、テレビ朝日にて吉田が出演した企画を機に入り、吉田剛しを売り出す。 意気込んでいるとの報道があった。その一環として、同番組の企画で、2018年8月9日、神宮球場の東京をヤクルトスワローズ対横浜 DNA ベイスターズ戦で、始球式を行った。1995年に発売された、ダークヒロカズチョ、催眠術師になりたいのゴーストライターをしている。東京都東山都市で、女性十一人と、一夫多妻、 ハーレム生活を送っていた自称占い師の男が逮捕された、所持していたため、危険な本として報道されたが、中身は吉田が書いたものである。事件以降、催眠術師になりたいは、ネットオークションでプレミアがつき、非常に高値で取引されている。神プロ時代、高田信彦の対戦相手を探していた、ユーインターの鈴木健にアブドーラザブッチャー戦を、 提言した。高田は、ブッチャー戦は、経営危機のユ U インターのために組まれた屈辱的な、もので、試合後に、ヒクソングレイシーと戦うことを決意したと電気の、泣き虫で述べており、吉田の発言が、プライド成立の原因となったことになる。2010年夏、関西ローカルながら、初の冠番組、プロインタビュアー吉田強の元な人々を始める、際、人選会議にて、 タシロ・マサシの地上破壊金を試みたが曲側から NG が出てしまい実現できなか。その後、タシロが再び薬物で逮捕されてしまい、後日 DVD 発売の際にタシロ・マサシを起用しなくてよかったと、クイックジャパンボリューム83大田出版で語っている。自身がインタビューした人物について、テレビなどでエピソードを話すとき、 テレビ局が分からネタを指定されることが多いと述べている。キキキリンが内田祐也を鉄パイプでボコボコにした玉木浩二へのインタビュー時のエピソードなどが多い。そのため、吉田剛がまた同じ話をしていたなどの視聴者の意見を見ると日にモヤモヤすると述べている。沢尻エリカの一連の騒動直前に主演映画クローズドノートでインタビュー取材を行い話題になる。その結果、 複数の媒体から沢尻エリカ取材についての取材を受けるという珍しい体験する。指導官官長である、添野義次の仲介で、作家である小島和氏と電話で話した後、数度にわたり、小島やその息子で、協調者の小島博氏から電話で脅迫を受けたことを、明かし、批判した。また非通知の番号からいたずらの留守番電話が入れられたこと。 そのメッセージの内容が YouTube 上にアップロードされている小島から受けた脅迫電話とされているものと告示していることを明らかにしている。吉田は2014年4月に読者からメールで足原秀幸正殿掲載の電話番号に電話したら、その後怒鳴り声や叫び声、ノイズのいたずら電話の着信が20件ほど入るうになったと相談されたことを明かしている。 これに対して小島博士は自らのブログ上でそのようなことはしていないと主張し工業畑で40年という喫水の家業者に今回の件について話したところ百歩譲っていたずら電話が本物でもそれで脅されたから会う必要はないなんていかにもおかまらしい言い草だ俺が若いし使って引っ張ってくるよと言ってもらったと記した吉田はかつて 足原秀幸伝我が父、その魂を自らの意見や主張したいことをインタビュー相手の発言を装って書いたものである。その後のわかい館とのトラブルを脅迫や名誉毀損。物書きとしてプロではないと評した。また、小島が大山マス達の遺言を発売後すぐに極神会館、松井派から業務を委託され、事務所を松井派ビル内に移転したことに触れ、 中立的に執筆さていないと評している。2015年12月7日放送のビート、たけしの TV タックル、テレビ朝日に地下アイドル特集のコメンテーターとして出演した際、ビートたけしから週刊誌で俺の顔が曲がっているとか書いたらしいじゃないかと脅されたが、たけしの勘違いであった水道場主博士は普段のコラムを書いたのは、 吉田牛尾ではないかと推測していることが判明し、収録途中に吉田さん、さっきはごめんなと謝られ、後に謝罪文を送られている。2017年にはインタビューを滅多に受けないことで有名なアカシアさんまに対してネットフリックスのインタビュー形式の CM できき手を務め、2日間にわたり密着した。CM を企画した電通の担当者は、 吉田はサンマも一目置く存在。真剣勝負の話を引き出すには欠かせないとの胸、語っている。吉田自身も CM 公開にあたり、長年の夢が叶ったとツイートしてる。なお、この CM は2018年の区、東京クリエイティビティアワーズフィルム部門 B カテゴリー、オンラインフィルムでゴールド、金賞を受賞した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。